ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。本日は、どこに需要があるんだと、そう突っ込まれてしまうかもしれませんけれども、パクユー人生初の福袋開封、福袋開封動画っていうのをお届けしたいと思います。こちらでございます。じゃ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 んじゃ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 ーんってねー。はい、なりふり、こちらですね、サイクルアパレルブランドなりふりの、福袋的な、商品でございます。いつぐらいかな、僕大学生の、途中ぐらいからロードバイク乗るようになりまして、最近はねもう全然乗ってないんですけれども、ロードバイクに乗り始めてから、もともとあまりあのファッションとか洋服に興味がなかったものですから、自分のその洋服選びを楽にするために、自転車に乗り始めた頃から、サイクルアパレルブランドって言われるような、要は自転車とファッションみたいな、そういったものをテーマに、洋服を出している、そういうブランドの服しか着ないぞと、そのいくつかあるブランドの中からもう服を選ぶようにしようと、そういうふうに決めたんですね。まあこれあのこのシャツユニクロなんですけれども、まあそういうあの生活、必需品的なね、ファストファッションファストブランドとかは置いておいて、ちゃんとした服はもうサイクルアパレルブランドで、基本的には買おうというふうに、決めまして、でその中の、いくつかあるブランドの中の一つですね、なりふりさん、結構有名です。自転車乗る人だったら知らない人はいないんじゃないかぐらいの存在感のある、ブランドでございます。で、まあね、このブランドね、かっこいいんですよ。服かっこいいんだけど、ちょっと難点がありまして、サイズがでかいんですよね。全体的に大きめなんです、サイズが。で、大体の服っていうのが S サイズからスタートで、で、僕体ちっちゃいんで S サイズがね、でかいんですよ。なんだけど、ものによっては S サイズぴったり、こうハマるものもあるけど、ちょっと大きいものもあったりって感じで、まあワンシーズンに1着、体にフィットするものがあるかどうかみたいな感じで、毎年ね、なんか買ったりしてるんですけれども、今回この、福袋的な、商品はですね、1万円で、サイズごとに S サイズ袋、M サイズ袋、L サイズ袋みたいな感じで売られてて、1万円の袋の中に10万円相当の洋服が入ってると。やばくないですかこれ。結構ね、なりふりさんのね、あのお洋服、あのいいお洋服なので、ちょっと値が張るので、あの普段ちょっと手が届かないみたいなやつがね、この福袋の中に入ってたらめちゃくちゃ嬉しいなっていうことで、でこれもね、発売開始されてものの十数分で完売、してしまいました。もうえいってね、もうあのシプリームのあの争奪戦動画じゃないですけども、それぐらいの意気込みでやーってこうやってなんとかゲットすることができましたので、皆さんにちょっとご紹介したいなと思います。ぜひぜひ、まあ興味のある方は、見ていただけると嬉しいです。このチャンネルは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんに向けて音楽に関するさまざまな動画をお届けしているチャンネルです。今日は全く関係のない、話をします。ぜひ、チャンネル登録のサポートよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速開けていきましょう。カッターないかな。カッター、ハサミでもいいよ。ハサミにしましょう。はい、こちら、小学生の頃から使ってるハサミです。パクユーってひらがなで名前が書いてあります。結構僕はね、物持ちがいいんです。さあどうでしょう。まず1つ目、大きいなこれ。なんだろうこれ。冬物だね多分。結構ごついから、はい。あ、めっちゃ冬物。めっちゃ、何これ、ロングコート。なんだこれ。こんな感じの、すごくね長い。ちょっと着てみるか今。ボタンで、ファスナーになってて、あ、でこれね、なりふりあるあるなんですけど、
裏の記事、中の記事とかが迷彩になってたりとか、通気性がすごい高い素材になってたりとかします。まあ基本その街で自転車に乗るときに着ててもこう快適でおしゃれな服みたいな、そういうのがテーマだったりするんで、どうだろうこれ。まあね、しばらく着れないけどね、これ多分買ったら結構高いと思うよ。この手のやつはちょっとね、僕高すぎて普段ちょっと買えないもん。どうかな、ロングコート、こういう服を買ったことない。もう冬は、フリースダウンで乗り切るという、そういう男なので、どうでしょう、こんな感じ。わかんないね。いや、袖ちょっと長いよな。なんだけど、これね、自転車服っていうのはですね、袖がちょっと長めに作られてるっていうのも特徴の一つでありまして、要はその、風からね、こう自転車漕ぐときにこう手を守るというか、あとはそのちょっと簡易的なこうグローブ代わりにもなるみたいなね、そういうところがあったりするんで、あれなんですけど、どうですかね、わかんない、どうなんだろう。ポンチョ、ん、なんだこれ。はい、こんなのがまず1着目でした。しばらく着ることはないと思いますが、冬、雨の日、レインジャケットみたいな感じなのかな、着ることあるかもしれないです。はい、これ1個目の商品でした。はい、次行きましょう、次行きましょう。見てくれてるかな、みんな。はい、次、ズボン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 、ウエスト大丈夫かな。結構ね、細いんですよ、僕。7分丈ぐらいのズボンですね。7分丈くらいのズボン。で、お尻に、こう、お尻が痛くならないような、こうちょっと厚みのある縫い方をしてたりとか、後ろにポケットがあったりとか。それ後ろポケット4つあるじゃん。すごいな。で、ベルトじゃなくって、なんだろうな、こういう感じ。ベルト、こういうベルト。で、こっち側にもポケットありますね。ちょっとこれ履いてみるか。これボカボカかな、どうだろうな。サイズ合わなかったら悲しいな。ちょっと今履いてる、短パンの上から履いてみますね。よいしょ。どうでしょう。まあ、一応いけんな。あ、これはでも、この夏から着れるんじゃないか？うん、結構、あ、ここも閉まる閉まる閉まる。これ着れるわ。ちょっと、こんな感じ。なんか後ろ見えちゃいけないものがいっぱい見えてるかもしれないけど。こんな感じです。お腹、おへそ見えた？大丈夫？で、伸縮性、ストレッチがすごく効いてる素材だったりとかするのもポイントですね。これで自転車焦げっていう、そういう服ですから。自転車乗ってないですけどね、最近ね。これいいな。これも買ったら結構高いと思いますよ。なんせ、10万円分の商品が1万円で入ってるってやつですからね。はい。ということで、2つ目のアイテムは、ズボン。七分丈ぐらいのズボンって言っちゃダメだね、パンツでした。はい、次行きましょう。はい、もう一個パンツ。あ、色違いかな。色違いだったらサイズは合うから嬉しいけど、どうだろう。あ、ショートパンツ、ショートパンツ、これこう、もう今年からちょ、この夏からいけるやん。これも履いてみるか。これ多分サイズ一緒でしょ。ちょっと嬉しいな。最近全然服買ってなかったからな。こんな色的にもさ、別に、何にでも使えるしょ、きっと。はい。どうよ。どうよって言われてもね。
はい、こんな感じ。いいじゃん、いいじゃん、これ嬉しい。はい、お尻。はい、ということで3点目が短パン。ゴブタケとか言うのかな、こういうのって、のズボンでした。後ろのポケットついてます。はい、4着、これで最後。あと2つですね、アイテム。はい、シャツ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 、これサイズどうだろうな。袖長かったりするのかな、長袖か半袖か。あ、半袖シャツだ。半袖だったら使えるじゃん、これ。いけんじゃないの、これ可愛いじゃん、可愛いじゃん。でね、これもね、またね、後ろにちょっと特徴的なポケットがねついてるんですよ。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと待って待ってって、ちょ、待たせなくても編集で切ればいいんだけど。これもなんか、なんならもう明日着てったるでぐらいの感じだけど、多分このシルエットでサイズが合わないってことないと思う。大きめに着たっていいし、いけるだろうこれ。いいじゃん。なんならちょっとこれさ、体に、これサイズに合うんだったらさ、色違い、買っちゃうぞって、定価で買っちゃうぞぐらいの。あ、嬉しい。すごい涼しい、しかも。ちょっと中から袖見えちゃってますけど、どうですか？この、ここがね、やっぱ、このポケットが特徴ですよ。で、ここすごい通気性がいい素材になってますね。いいね。で、ちょっとね、お尻の方が長いっていうのも、このサイクルアパレルブランドの特徴だったりします。こうやって前かがみになった時に、あの背中が出ちゃうないようにね、後ろがちょっと長いっていうのがあったりします。僕はね、大抵ね、お尻にポケットがついている服を着ています。それはそういう理由があったんですね、はい。で、ちょっといいじゃん、いいじゃん。で、最後、最後がお帽子でございます。お帽子、かわいいお帽子でございます。これはなんだろうな、これ。はい、どう、おしゃれ。じゃあこれ、じゃあズボンも履きゃいい。これもうさ、あれじゃん、これズボン履いて、ちょっと今これ下のズボン脱ぐわ、パンツになるね。いいんじゃん、もうなんかあれだね、セットで使って着てくださいねっていうのが入ってるっていうのはいいですね。はい、これ1万円はいいんじゃないの。はい、できた、できた。はい、2022夏のパクユ完成でございます。で、これもね、裏がこんな風に迷彩のメッシュになっておりまして、これあれだね、自転車の帽子の、サイクル帽子のシルエットですね。何言ってんだって話ですけど、これちょっと分かんないな、これどうやって、これ耳当てかな、耳当てかな、こうしてこういう感じかな。寒い時に、これはあれか、春夏秋冬オールシーズンいけるって感じか。で、寒い時にはこの耳当て部分を追加してって感じかな。間違ってたらごめんなさい。こんな感じで、エロかぶり、エロかぶり、エロかぶり微妙か。これでも、これは出ちゃうっていうのは、これと微妙か。エロかぶりって昔言いましたよね。はい、そんな感じです。ということで、まとめるとですね、10万円分の商品でございますけれども、やっぱだから、これで10万円って言ったら、やっぱ結構高級ブランドだよな、ナレフリってな。まず帽子、これ何色？これって何色？ベージュ？カーキ？カーキって何？カーキはこっち？わかんない。帽子と、シャツ。このシャツが一番嬉しい。サイズ合うし。よいしょ。はい。上まで止めても首苦しくないし。
ちょっとなんか清潔感あるし、シャツでもこの辺ちょっと遊び心があってみたいな。そんでズボンね、ズボン。そんで七分のズボン、これもいいですね。これもこのシャツと全然合わせられるよね多分ね、うん、はい。ズボンとで、これはなんだろうな、よくわからん、よくわからんけど、きっとこういうやつがね一番高いのよ。これ買ったらね多分ね 4,5 万すんじゃない多分。まあでもレインコート系だと思う。うん、はい、こんな感じ。これで合計10万円分の商品が入ってたなりふりの福袋、人生初の福袋開封でございました。はい、いかがでしたでしょうか。たまにはこんな動画もどうでしょうか。僕のことに興味がない人は何ともという感じかもしれません。そして、なりふりの、商品気になってるっていう方にとって、参考になる動画だったかっていうのもよくわかりませんけれども、このねフレンドリーなんちゃらっていうね、その福袋的な製品っていうのは、商品っていうのは多分今回2回目なんですよ。で1回目の時僕争奪戦に負けて買えなかったんですね。で今回2回目でチャレンジってことなんですけど、あのね後悔はてかめっちゃお得だと思う。だから次も買えますよこれやってくれたら。うん、ぜひぜひ皆さんも気になる方チェックしてみてください。あの不定期でやってくれるんじゃないかなと思いますので、で気に入ったやつがあったら、定価で似たようなね色違いのやつ買ったりとかっていうのもいいと思いますし、まあ、僕で全然普通の値段で買ったりとかもしてるんで、ね、はい、いいと思います。なりふり、説明欄にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメント、チャンネル登録、高評価が動画制作のモチベーションにつながっております。街で、この格好のパクユー見かけたらぜひ声かけてください。あの福袋のやつですねって声かけてください。ありがとうございました。また次の動画で。